ブロームーント、ホスビー V138 ブロームーント、ホスビー V138 ブロームーント、ホスビー V138 は第二次世界大戦時にドイツ空軍の主力長距離偵察機の役割を担った飛行艇。1938から1943年に合計で297機が作られた。1934年にハンブルク航空機が ハー138の名称で開発を開始した飛行艇が本機の原型である。当初は BMW 社製エンジンを2機搭載する計画だったが、エンジンの開発が遅れたためそれを諦め、ドルニエドゥー18と同じウンカースユも205を3機搭載する形で再設計された。1937年に完成した機体は、ハー138と名付けられたが、 方向安定性が極端に低く、高天時における機体の強度不足も指摘された。これを受けて、ハンブルク社では、HA-138 を破棄して、新たに停滞を延長した機体を開発することとした。この開発の途中で会社名がブロームーンとフォス社に変更されたため、開発中の機体も BV-138 となった。BV-138 の1号機は1939年2月に、 初飛行した。停滞の延長やエンジンの乾燥により、機体の安定性は向上したが、BV138A と名付けられた増加試作機は、荒れた海面における運用時の構造上の強度不足が指摘された。このため一時 BV138A は向上に戻され補強を受けた。補強を受けた BV138A を原型として、エンジンを強力なものに乾燥した。 BV-138 バイトが少数機生産された後、1941年に BV-138C が登場した。この方は機体の各所を補強した上武装も強化しており、主力運用機となって227機が生産された。完成した BV-138 は手始めに北欧侵攻のベーザー演習作戦に参加した。その後もノルウェー沖や大西洋、 地中海で U ボートと連携した戦団攻撃に加わり、機雷掃海や物資、兵員輸送などの支援任務にも幅広く使用された。シャシャルコに停泊中のブロームホス BV138、1943年ルーマニアコンストンテッサ、付近にて BV138。ありがとうございます。